ご覧のような今シーズンの成績、日本を代表するサウスポーエースの石井一久がスワローズの先発です。サブ一輪ですがホームラン16本打っています。立ち上がりです。セーフティーバントを試みた。石井がボールを取る。そしてワンバンド装置を切り抜けた石井。2番の水口バッターボックスです。そして石井は先頭バッター大村を打ち取っています。リズムでした。打点も131、アベレージも3割2分7厘。史上最強助っ人ローズがこのシリーズ初めての打席に入ります。あ、そしてスライダー。あ、この打何をリードするのか。そのスライダー、バットは止まって直球でいった。これは石井一久、古田の勝ち。バットが折れるような音がして、最後はショートの、それをまあ実践してましたからね。ちょっとズボンの裾が気になるんですけど、フルスイング。バット C を捉えられるかどうかという1回のバファローズの攻撃。あ、143キロズバットきました。ここは中村、バットは動きませんでした。石井一久もフォアボールでランナーを出しましたが、その後ローズをショートへのファールフライ。そして4番の中村には真っ向勝負。インコースへのストレートで見逃しの三振に仕留めました。日本シリーズ第1戦、1点を追いかけて2回裏、バファローズの攻撃は5番の磯部からです。はいと思ったんですけどもね。宮本の守備範囲です。軽くさばきます。強い当たり。しかし岩村が腰を落としてボールを取りました。ご存知、代打逆転サヨナラ満塁男の北川、今日は DH スタメンです。ちょうどあのメッツがモントそからなんかワクワクしてきたって言ってましたね。この回先頭バッターは8番のギルバートからです。いいというカウントになりました。ゲットになりました。うまく打ちました。しかしライト稲葉の守備範囲。スライダーのキレが良かったという話がありました。バッター9番の古久保です。あの的が絞りづらいと、まとまってくれればボッてきっちり振れるかが大事だと話のランナーのみです。さっき北側に投げてたシュートとかね、はいはいはい、あれも覚え出したんですよ。あれからちょっと手強くなりましたね、彼は。あれ？バファローズは100本も打っています。あ、145キロで3球三振。回ってきます。立ち上がったという石井一久。いい男です。してますね。あ、これは際どいと。最後、3球続けて全てそのスライダーで3球三振、空振り三振。ローズ、福本さん、古田のリード。そうですね、低めのプレートでした。そしてここで見たの傾向としては高めの、はい、スライダーだ。全く予想外のボールだったんですよね。ですね。中村のバットは動きませんでした。ローズ中村を連続三振に切って取りまして、ツーアウト。近鉄を封じ込んでいます。いい時の
あの千葉ロッテの藤田投手、はあ、このキリがありません。打ち上げました。セカンド土橋が落下点に入りました。吉岡の打球は伸びを欠いた。モンさんも言われたように大事に取っておけばいいなと思ってるんですけどね。こんなもんですか。福本さんはあの裏を選びました。その勢いを買いました。うわ厳しい。国立 1.77 という数字を残しています。での勝ち。5先発の投げ合いです。144キロで取り沙汰されるこの持ち味がストレート。まだ近鉄打線さん打順もまあ二回り目という雰囲気も出てきました。とにかくあの楽しみたいということをね、古久保捕手は言ってましたね。最後はスライダー。4点を追いかけるバファローズ、6回裏の攻撃は打順トップの大村から。安心という大村の打撃内容です。大村の当たりが左中間に飛んでいきますが、これもどうなんですかね。僕だったらいい加減ローズ中村。2回に絡んでいるのがこの水口です。こちらの攻撃です。水口らしいバッティングなんですが、ライトいな。3球三振でした話をしていました。あーこれ押し切る、押し切ってる。あーすげー、同じ球立っぱいだからね、多分間違いなく。そこですね。ここでスライダー。ああしかし強い当たり。ここも6回まで近鉄打線を寄せ付けず、ノーヒットピッチングの石、ボールを沈ませました。セカンド1勝4敗、防御率も。ストレート見送り出ているこの吉岡です。やっぱりじゃあちょっと、普段通りじゃないということですよね。その通りですよね。7回3分の1が最高です。そうですけどね、真由美さんが言うか、そういう感覚でいくとね、なかなか続けている石井、際どいところ。打席は北川。そのプレうまく打った、ライトの前にボールが落ちました。北川がバファローズの初ヒットを打ちました。大きな拍手が沸き起こります。バファローズ確かにバファローズ、しかしこれだみたいですね、梨田監督は。そうでしょうね、まあ、高めのパンチ力っていうのも、マステが大事の代打起用。詰まった当たり、宮本取る、一塁送った、間に合います。いなくなってきてますね。これも完全にタイミングしています。今11個までやってきました。1回これもセカンド後方、ライトセンター出てきて、最後は稲葉がボールを取っています。毎回奪三振ですよね。
147キロ3球三振見逃し三振。97年自身が作った12個の三振に並んだという石井和久です。